はあ。どうして？もし。ああ。でも。はい。え？あ、つつ。でも。はあ。はい。あの。はい。あの頃の記憶はないはずなのに、だいぶ違う形になっちゃってるけど、それでもまだ残ってた僕たちが双子の兄弟だった思い出が、父さんも暗殺しろって言われてるのに、なんでこんなに、ああ、ぐちゃぐちゃだ。嬉しいのか、悲しいのか、わからない。僕、今、どんな顔をしているんだろう。笑ってるかな。それとも、父さん。僕は、はあ。もし、ああ。もし。はあ。はい。
はあ。だから。でも。ああ。でも。うん。どうして？ああ。はい。そうじゃ。はあ。だから。でも。ああ。それは。はあ。ああ。はあ。でも。ああ。大丈夫。雨。波の音が聞こえる。懐かしいな。ここで昔、リリアンヌと話したんだ。小瓶に入れる願いを聞いたら、リリアンヌは、生まれ変わって、馬になりたいって。言ってたな。それで、どんなお願いをするって、僕も聞かれて。もし、リリアンヌが生まれ変わるなら、僕も生まれ変わって、
それで、また一緒に遊びたい。さようなら、リリアンヌ。アナ、おやつの時間だわ。